フランス一部のストラスブールに所属する日、代表 GK、川島英二が、現地時間14日に行われるリー・アン第25節のメス戦に向けた前日会見に、臨ん、クラブ公式チャンネルが会見の様子を伝え、いる。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、11月、コーストラスブールで、先発の座を手にした川は前節まで14試合連続で出場中。2016年から2018年まで席したフルスメスとは12月に行われたホームで試合に続いて今季2度目の対戦であり、メスの4どころ地での試合に出場すれば移籍後初となる地域のダービーマッチでもあるフルスとの対は過去にいたクラブなのでいつも特別ではあるが、今の状況ではそのことはあまり考えてないと川島。僕らにとって本当に激しい戦い、るべきことに集中していると語った。1月には3、5連続の完封勝利を収めるなど調子を上げいたストラスブールだが、その後の4試合で2分、2敗と低調。現在16位に位置し、一部残留に向けてまだ安心できない順位となっている。1月は地にはすごく効果的な戦いができていた。今も、総心は変わらず試合に勝つためにみんなし、仮練習していますが、ゲームの中で少し快晴が欠けていると思いますと、川島はチーム、現状についてコメント。だが自信が失われてるわけではないとして、結果を出すため、試合、勝つためだけに、ここに来たと、アウェーゲー、での勝利に意気込みを示した。りょう。